モンサンデーはタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ポケモンセンターに行かなくてもすぐにバトルができる。シーギアを使って所長と博士がバトル。あ、ホワイトが勝負を仕掛けてきたの。コカブと、なんだこれ。ビクティニー。はい、ビクティニーなんですね。ビッシュ地方に現れた幻のポケモンでですね、勝利ポケモンと言われてまして、勝利を呼び込むと。なるほど。そのビクティニの電光石火がミジュマルにヒット。スタージャは新技グラスミキサーで反撃。技を出した時の迫力やテンポのいいバトルもポケットモンスターブラックホワイトの注目ポイントだ。ここでビクティニが持っている使える特性を紹介。はい、ビクティニの特性なんですけども、はい、勝利の星っていうのがありまして、自分と味方の命中率を上げると。ありがたい。打った方がいいね。特性ですから。特性です。自然と。ああ、あ、特性か。さあ、これでどうなる？いや、これ効くよ。わ、すごい。2体に2匹にダメージ。そうなのよ。効果もいい。あ、そう。トロチャーやめてやめて。すごいよこれ。何これ。やばいよ。よっしゃー。スタージャを倒されたが、あの技で反撃。よし、ミジュマル頑張れ。ミジュマル頑張れ。ああ、コタチだ。コタチで来た。ああ、惜しい。すごい。大変だ。すごいな。コタチで。ミジュマルのコタチで。コタチで。ポケモンセンターで売ってくんないかな、コタチ。ねえ、これ。よし、行け。電撃。意外とそういう技も使う。おー、やべやべ。あ、これやばいか。いや、でもこれ大丈夫だよ。呼び込むか。やったー、すごい。いやー、やられたか。いや、待て、ビクティニのおかげかな。あー、倒れてきたよ。早いな。ビクティニ強いな、これ。技もね、面白い。面白い。最後にですね、ポケさんをご覧の皆さんのために、まだどこにも公開されていない新ポケモンの情報をお持ちしました。さらにですか、なんだろう。では、じゃん。まだ何これ。怖い。何これ。悪そう。デスカーン。すげえ。分類が棺桶ポケモンだってなんだよ。悪そう。はい、デスカーンのですね、新特性ミイラなんですけども、攻撃してきた相手の特性をミイラに変えてしまう。要はミイラ取りがミイラになるぞっていう。なるほど。はい、続きまして、デンチュラ。電気グモポケモンです。これ虫電気グモなんだ。すごいね。初めてですよね、虫電気。そうなんですね。はい、特性が複眼とか緊張感っていうのがあります。緊張感が特性、はい、この特性のですね、はい、緊張感で相手は緊張して木の実が食べられる。ああ、なるほど。ああ、すげえ。緊張を与えるっていうね。はい、うん、オノノクスですね。オノノクス、かっこいい。ドラゴンだ、はい。うわ、なんか悪そうだな。色が渋い。魔豪のポケモン。このドラゴンテールっていうのはですね、攻撃した相手を入れ替えてしまう瞬間。マジっすか。これいいですね。相性悪かったら、そうそうそう、すぐやればいいんだもん。これからも新ポケモンをどんどん紹介していくぞ。何もかも新しい。これはでも早く手に入れたいですね。入れたいね。うん、夏の映画の特別マイル券でもらえた色違いのライコー、エンテ、スイ君や、映画館でもらえたセレビーを連れていくと、ゾロアやゾロアークと出会いますからね。おー、なるほどね。ブラックホワイトに合わせてカードゲームも9月18日に新しいシリーズポケモンカードゲーム DW が登場します。こちらがその新商品、ポケモンカードゲーム BW コレクションシート、旅立ちの仲間スタージャ、ホカブ、ミジュマルです。おお、かわいい。でもね、最初の3匹がカードでも手に入るんですね。そうそう、うん、ね、さらにね、あのアニメの新シリーズ、ポケモン、ポケットモンスターベストウィッシュ、始まります、ね、始まるね。来週のポケモンサンデーはアニメを大特集しますからね、うんうん、ポケットモンスターブラックホワイトの登場で、ますます盛り上がってきたね。最後にですね、テレビ
ビを見てる、みんなにですねメッセージをお願いします。はい、ゲームだけじゃなくて本当にあの友達と、家族と、うん、大勢の人で一緒にみんなで楽しんでもらえればなと思ってそういう思いで作ったのでぜひみんなで本当に楽しんでもらえればと思います。はい、すごいね。ぜひみんなで楽しみましょう。はい、それでは増田さんもよろしくお願いします。次回も張り切っていこう。やったポケットモンスターブラックホワイトベストウィッシュスペシャルプレゼント。お次はバッグショー。任天堂 DSi や DS ライト本体とタッチペンソフトまで入っちゃう便利なショルダーバッグを5名に。そして最後はブラックショー。9月18日登場のシリーズ最新作ポケットモンスターブラックを5名にプレゼント。メシラムに出会える全く新しい冒険が君を待っている。番組をいつも応援してくれているみんなに贈る豪華なプレゼント。欲しい賞は決まったかな。はがきに住所、名前、年齢、電話番号、希望の賞を書いてご覧の宛先までどんどん応募してね。来週のプレゼント第2弾もお楽しみに。9月18日登場予定のポケットモンスターブラックホワイトがいち早く遊べちゃう移動型アトラクションポケモンサーチャー BW。 この夏全国各地でたくさんの人が体験。その魅力に大興奮。ポケモン最高。ポケモン最高。詳しくは番組ホームページからポケットモンスターオフィシャルサイトをチェックしてね。ピカチュウ100万ボルトだ。次回はポケットモンスターベストウィッシュ放送直前スペシャル。アニメのアフレコ現場に突撃。行けモンスターボール。何の準備もしてないなんて子供ね。 It's tasting the time。 湯山監督も登場。ベストウィッシュスペシャルの見どころを、見れるんですか。ポケモンブラックホワイトの新ポケモン情報もお楽しみに。